これから競技カルタのルールを説明したいと思います。それでは実際に試合の様子と合わせて説明していきます。まず対戦相手に手をついて丁寧に礼をします。よろしくお願いします。次に100枚の札を裏向きにしてよく混ぜ、そこから1人25枚ずつ計50枚を取ります。また、この時残った50枚は、反り札として使用しません。そして、自分の待ち札25枚を上、中、下段に自分の方に向けて自由に並べます。本日は模範試合のため、札をあらかじめ分けています。この後、選手には15分の暗記時間が与えられますが、今回は時間の都合上、省略させていただきます。それではここで、競技する上で大切な競技戦について説明します。自分が並べた範囲を自陣。相手が並べた範囲を相手陣と言います。各段には16枚ずつ札を並べることができます。競技する範囲にも決まりがあります。その範囲のことを今線が動いていますが、この範囲のことです。この範囲を競技線と言います。そして競技線の範囲は87センチと決められています。並べ終わったら、15分間の暗記時間があり、相手の普段並びを覚えます。次に決まり字について説明をします。暗記時間で札の配置を変えると、覚えるときに、札の決まり字と関連付けて覚えます。決まり字とは、歌を読み上げていく際に、その一字で他の歌と区別ができる欠点音のことです。決まり字を覚えていると、それを聞くことにより、早く札が取れます。では、二つの歌を見比べてください。秋の田の仮尾の伊予の苫を荒み、我が衣では露に濡れつつ、と、秋風にたなびく雲の絶え間より、漏れいずる月の影のさやけさ、とあります。この二つには、決まり字はそれぞれ、秋のと秋かです。秋までは同じ音ですが、三文字目がのであるか、かであるかによって、決まり字は変わっていきます。15分の暗記時間の後、いよいよ試合開始です。競技者は対戦相手と読み手に礼をします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。手前の方にいる方、札が飛んでくると思います。お気をつけください。最初の一枚は、百人一首には関係ない、序歌というものが読み手によって読まれます。序歌は皆さんが知っている万葉集に記載されています。それでは、実際に試合を見てみましょう。何言わずに、昨夜この花、冬ごもり。今を、春べと、昨夜この花、今を春べと、昨夜この花、さびったに宿を立ち入れて眺めば。序歌はこの時下の句だけが繰り返され、1秒置いて上の句が読まれます。では、引き続き、
試合を見ていきましょう。いずこも同じ秋の夕暮れ、立ち上がれ稲葉の山の見えにおう。読まれた札が場にあれば、先にその札に直接触れた方か、競技戦から出した方の取りとなります。また、取った札は裏返しにして、利き手とは反対側に置いて重ねていきます。ますとし、ひかが、今帰り、こん。奥山に、もみじ踏み分け、なくしか、完全に同時にお互いが読まれた札に触った場合は、その札を自陣に持っていた方の取りになります。おや、何やら競技者が揉め起こしているようですね。今のは私の取りだと思います。いや、今のは私の方が早く札に触って払っていると思うので、私の取りだと思います。確かにあなたは先に払っていたとは思うのですけれど、あなたは出札よりも手前側から手をついて払っていて、私は直接出札に触って払っているので、私の取りだと思います。はい、わかりました。このように、揉めというのは、どちらが取ったかわからないときに、話し合って、お互いがどちらが取ったかを決める方法です。声聞くときぞ、秋は悲しき。愛見えの、後の心に、くらぶれ。自陣の札を取った場合はそのままですが、相手陣の札を取った場合は、自陣の札から好きな札を1枚相手に送ることができます。片方の選手が手を挙げています。これは読み手にまだ読まないでくださいという合図です。飛ばした札の整理が終わるのを待ってから手を下ろし、読み手はそれを確認してから次の一章を読みます。昔はもの思わざりけり、いにしえの奈良の都の八重桜。次の一首は前に読まれた一首の下の句から1秒置いて読まれます。また読み手は試合の時に競技者が取りやすいよう規則的に歌を読んでいきます。読唱のルールには下の句を4秒台、下の句を伸ばす余韻が3秒、下の句と次の上の句の間が1秒、上の句は5秒台程度の速さで読むことが決められています。今日ここの絵に匂いでるかな、ちはやぶる髪をもかず立つた。今競技者は誰も取りに行きませんでした。読み手は競技者が使っている50首と競技には使用していない50首を含めた100枚の歌を読みます。そうです、取りに行かなかったのは、その札が場にない札だったんですね。腹くれないに水くくるとは、人はいた心も知らず、ふるさと。競技カルタでは、取り札のない陣を触ってしまうか、実際に読まれてない札を触ってしまうと、お手つきになります。お手つきをした場合は、ペナルティーとして、
相手から1枚札が送られてきます。今のはお手つきはダブルというもので、出札の逆の陣を触ってしまうことです。自陣の札が読まれた時に相手の陣を触ってしまうと2枚送られてしまいます。その2枚は自陣を取られてしまったので1枚、そしてお手つきをしたのでもう1枚として送られてしまいます。このように札を取っていき、自陣の枚数を減らしていきます。競技カルタは自分が取った札の枚数よりも自陣に残っている札の枚数によって決まります。自陣にある札が先に0枚になった方の勝ちとなり、その時点で試合終了です。しかし今回は時間の都合上途中ですが、これで終わりにしたいと思います。試合終了時も開始時と同じように、対戦相手と読み手にしっかりと礼をして終わりとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。参考文献はこのようになっております。これで発表を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。